こんばんばはふくりで,ふえるです今回も一緒に学びを深めていきましょう最後まで視聴していただけましたらとっても嬉しいですよろしくお願いいたします今回のテーマは東京電力わかりやすくまず東京電力の業績から見ていきます東京電力の業績はここ数年減収減益傾向が続いています 最大のの理由由は、ズバリ、電力の自由化です。新しい電力会社が次々に参入したことで東京電力など大手電力会社のシェアが94.8%から78.2%と5年間で16.6%低下していますそれによって電力業界でのシェアが低下したことで小売価格での契約件数が減少結果 東京電力は減収傾向となっていますまた火力発電の燃料石油石炭天然ガスなどの燃料費が高騰電気代は燃料費の高騰分の値上げは認められているもののそれ以上の値上げは電気という公共サービスの性質上認められていませんなので値上げを利益の増加につなげられないんですとなると東京電力が利益面で成長するには より少ない経費で電力を作るなど発電効率を上げる方法が考えられますしかし最も発電効率が良い原子力発電に関しては福島原発は廃炉が決定また新潟の柏崎刈羽原発はいまだ再稼働のめどが立っていませんなので東京電力が成長するには事実上 再生可能エネルギー一択ということになります。東京電力が特に注力し始めているのは、各一般家庭への太陽光発電、設備導入支援事業です。つまり、今まで東京電力は自社で発電した電力を売るという電気の小売業者でしたが、これからは太陽光発電に関わる設備、例えば太陽光パネル、蓄電機、 エコ給湯器などを売るという設備の小売事業にも力を入れ始めています。時代の流れは電力業界も自立分散へ。必要な電気は各自で作り、貯めて、使う時代へ。エネルギーの未来を切り開く。東京電力。ということで、今回は東京電力をわかりやすくでした。以上です。 今回の動画のご視聴に感謝しています。いつも本当にありがとうございます。